青焼きは日本のフリーアナウンサー。アナウンサー MC レポーター等と共に、フードアナリスト協会の食のなでしこグランプリのコンテストに入賞し一級、フードアナリスト聞き酒し、日本橋教育講師などの資格を持ち、食や酒関連の仕事まで幅を広げて活躍している。ソニーミュージックアーティストを経て、現在はビッグベン所属、独身。兵庫県神戸市出身。 兵庫県立北、スマ高等学校を経て、私立関西外国語大学卒業。新卒で、航空会社の地上職として、関西国際空港に勤務し、その後、フリーアナウンサーへ転職。情報プレゼンター特だね。うちで2018年3月まで11年半、生 CM のパーソナリティを務め、現在は、日本の食や和酒の魅力、 食事マナーの発信を積極的に行い、大切さ、楽しみ方を国内外へ伝えている。フィールドワークを心情とし、全国の酒蔵や田んぼに300回以上足を運び、取材している。酒蔵ツアーや日本文化日本酒のコラボイベント、様々な国籍の料理日本酒のマリアージュイベントなどの企画、主催をはじめ、日本酒、焼酎コラム連載、全国各地での講演、 セミナー講師、トークショー、ファシリテーター、イベント司会多数。日本酒、梅酒のコンテスト審査員も、毎年務める。クラブがストローナミック酒主催。食べあるキング日本酒、焼酎担当日本酒造青年協議会酒侍に、助任。日本酒蔵ツーリズム推進協議会民間委員、資格、聞き酒師、焼酎聞き酒師、ベセットレベル3、1級。 フードアナリスト、日本橋教育講師、総裁カウンセラー、議店オーガナイザー、色彩検定に急投趣味は、旅行、食べ飲み歩き、和太鼓、詩吟、落語鑑賞、ホットヨガ、ピアノ演奏。ありがとうございます。